有名なコスプレコミュニティグループの皆さんなんですけれども、ちょっとご紹介文を拝読させていただきます。大分ゴスペルクワイアグレイスは、1999年7月に発足、ゴスペルを歌い続けて20年、そしてゴスペルの素晴らしさを伝え続けて20年、グレイスは21年目の歩みで始まりました。命ある限り歌っていきたい、そんな気持ちでメンバーみんな仲良く楽しく歌っています。私たちの歌声が被災された皆様の慰め、希望となりますように祈りを込めて今日も歌います。ちょっと、ボーカルのメイク様って、もうまだですね、ボーカルのですね、メインボーカルのメイクさんっていらっしゃるんですが、今ちょっとね、ここの同じ1階に営業に出ておりまして、営業終わり次第参加されるということです。皆さんしばらくお待ちください。入ってきたときは、思いっきり拍手を稼いでお迎えいただきたいと思います。それではどうぞよろしく。恵みという意味があります。私たち
神様からたくさんの恵みをいただいて、今このようにして生かされている存在で、このようにゴスペルを歌い続けていられることも神様からの恵みであるということを歌った賛美です。続けて聴いてください。Thank you.
覚をしてしまってですね、このグレースのスタートに間に合わなかったですが、でもあっちで、あ、素晴らしい賛美だなと思ってこのまま出なくてもいいんじゃないかと思いましたが、しばしみんなと一緒にまたゴスペルを歌わせていただきたいと思います。この大分エイド、私高校の先輩が関わっているということもあって、何年か前からやっていることを知っていたんですけれども、今回なんとやっと今年、一緒に参加をさせていただくという形で、できるのが本当に嬉しく思っています。本当に継続するって大変だと思うんですけれども、この尊いこの働きがまた傷んでいる人たちの元に届くのかなと思ったら、本当にこれからも、続いていたらいいなというふうに思っています。もともとは、シンガポールのある教会で生まれた曲です。それをですね、熊本の震災以降に日本語に訳して、日本語でもよく歌われている歌なんですね。奇跡という賛美を聴いていただきたいと思います。
もう本当に東北の震災以降、特にこの1年、2年はボランティアが追いつかないほど本当に至るところで災害が起きていて、もう本当にその場所にいる人たちが自らも被災しながら本当に働かなければいけないという、なんかそんな状況が続いていますよね。私たちのメンバーの中にも、今回の最初の台風の大きな被害が起きた時にやっぱりいても立ってもいられなくて飛行機に乗って千葉まで飛んでいたメンバーがいます。彼ずっと今現場で働いています。千葉だけではなくて、岡山にまた戻ってきたりとか、そしてまた長野やさまざまなところ、茨城とかですね、栃木とか、本当にいろんなところに行って、ボランティアしてますね。私たち本当に気持ちがあっても行ける人がいたり行けない人がいたりします。でも本当に一人の力は小さいのかもしれないんですけれども、このような働きが本当に日本の各地で行われて、その被災地を励ますことができ、そしてまた何か助けになることができたらいいなというふうに思います。ニュース見てると本当にこうマイナス的な良くないニュースが本当に多いですけれども、でも、今もあったように祈りには力がある。私たち本当に祈ることって本当誰にでもできますね、どこででもですね、本当にこう祈りながら、その人たちに助けが与えられるようにってことを心から祈るって、それを前に続けるってことも本当にすごく重要なことだなっていうふうに思います。今日は私たちこうやって歌うという形で参加させていただいて、この前には素晴らしい演奏があったと思うし、この後もあると思うんですけれども、本当にこの離れている大分でも、今大分は守られてますけれども、でも明日は我が身で、本当に大分も分からないですよね。私たちは支援するとともに本当にその災害に備えるということもすごく重要な時が来ているなというふうに感じています。次に歌うのはですね、とてもハッピーな曲です。でもこの生まれた、いきさつは本当にハッピーではないところから、この神に希望を抱いた人たちが生まれた有名なゴスペルのナンバーです。よかったら皆さんも一緒に歌っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
一緒に歌ってください。その頃はもう あれがやれるのかって言ってもうたくさん人が来てですね、本当100人超えたメンバーがしばらくいた時期もありましたけれども、でも今もですね、決してめちゃくちゃ大きなクワイアというのは、まあ、日本にいくつかあるんですが、でもやっぱり未だに新しく生まれてるんですよね。で私自身も、私はバックボーンとしてはゴスペルが当たり前の環境に生まれ育ったんですが、でもやっぱりこう人生のいろんな中で、でもゴスペルなんて歌えないなっていうか、まあ、私はその信仰者としてちゃんとそのようなことを歌えないなっていうような時期があったんですけれども、そしてまた本当に、そんな前向きなことをこう歌うっていうことがいまいちこうピンとこなくてですね、でも本当にこう近年思うのは、このゴスペルを歌っていると内側から喜びがすごいやっぱり湧いてくる。でも今日は本当に疲れてるし、もう嫌なこともあったし歌いられないなっていう時でも、このゴスペルを歌うと本当にこう力が湧いてくるんですね。で聖書の中に主を喜ぶことは私たちの力ですという言葉があるんですけど、本当にこの賛美を神に向かって歌う時に、私たちが上から力をいただき、本当にこう喜びや希望や愛がこう溢れてくるっていう、本当にそのことを歌っている私たち自身がいつも体験させてもらっています。そして今はですね、本当に日本語でたくさんのゴスペルが生まれていて、私たちの、まあ、本当に、良き先輩である、方々が本当にたくさんの曲を作っています。でこの喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいっていうのも、これも聖書の言葉なんですが、この聖書の中からできた、日本語の歌を歌いたいと思います。Thank you.
できて、泣く人には寄り添って一緒に泣くことができたらどんなにいいかなというふうに思います。皆さんもご覧のフレーズよかったら口ずさんでいただきたいと思います。喜びたいと昔の宮古島
そうです、そうですですね、そうです、昔の話をして昔の、そうですですよね、はい、で昔じゃああれですか、あの屋上にあるわけじゃなくて、そのフロアに屋上じゃないですか、12階一番あですね、あの昔にあの日当たりのゲロの店だったところで、はい、そうです、なんとそこにも教会がありまして、毎週日曜日はもちろんそこで教会の礼拝もあるんですが、そこで今水曜日と木曜日にゴスペルの練習をしています。ゴスペルと聞くと結婚式という印象が強いんですけれども、そうですか、結婚式も歌われたりは、最近はちょっとそのこともあんまりないですけど、以前はすごく結婚式でも歌わせていただきました。もしかすると会場にいらっしゃる方々の結婚式にもたまにあります、歌っていただきましたって言って声かけてくださる方も、もしかするとこの後声がかかるかもしれないですね。そうですね。あのメンバーの方はどういう方々が集まってますか。もうみんなバラバラです。主婦だったり仕事をしている人もいますし、一番若い人はフリーターですね。今風で、はい、ゴスペルプレスさんというのは、はい、ロイターのゴスペルシーンをずっと、まあ、先頭になってずっと引っ張ってきて、僕はイメージが十数年前から、ね、あのあるんですけども、なんかその質の高さを保つ秘訣とか、そういうのはどうなんですか。あの実はもう21年目になって、私これで、まあ、4代目のディレクターなんですけど、私初代で、その後2人目、3人目がいて、そして2人とも結婚して大分を出てしまって、で私もしばらくちょっと海外にいたんですけども、戻ってきたんです。そしたらまたグレースって言われて、出戻りです、はい、大分のためにありがたいありがたいと思います。いやでも本当に若い人に育ってほしいんですけども、どうしてもこう指導者の年齢に見合った人が集まってくるので、それはどんな感じですよね。そうです、そうです、若い人にもねと思うんですけどね、なんか、まあ、ちょっとね、この敷居が高い感じがするだけなんですよね。そうですね、あのもっとコンテンポラリーでもう踊りながらとかっていう若いクワヤも日本にはあるので、そういうクワヤも日本に置いてて生まれたらいいなと思うんですけども、オーハピーエールの時もすごい皆さん一体となってこう、そうですね、はい、動きも出てたので、あれよりももっと動くクワヤはいや、もうめちゃくちゃもう激しく踊るクワヤがありますね。オーハピーエール、僕もコロナ踊ってもなんかちょっと違ったんですけど、だから今日一番嬉しそうに見てる人ますけどね、まあ、綺麗な方もいるんですけど、正直な人もよく回っているので、はい、で今お持ちのパフェットの方が、はい、いいんですか、この話をさせていただいて、はい、今日パフェにさせていただいてるんですけれども、毎年12月ぐらいにはですね、クリスマスのチャリティーライブを開催しておりまして、やはりあの、まあ、この置いた絵のほどの収益はわからないんですけれども、でもあの残さず、お金の利益を残さないで、どこかに寄付するということをずっとしています。で今年はあの地元大分の、施設にあの寄付をさせていただこうと思っているゴスペルライブがですね、12月の10日にあります。はい、で今年は、久しぶりのホールでバンドも福岡から来てもらって、そしてスペシャルゲストに小坂忠さんという方がいらっしゃいます。中さんも70歳ぐらいだと思うんですけれども、ついこの間、まあ、放浪というアルバムがありまして、その放浪を100年歌い継がせたいみたいなので、松任谷正隆さんがプロデュースして、大きなコンサートをもうそろそろたるミュージシャンと一緒にやったユーミンの旦那さんです。そうです、でユーミンも一緒に歌ったっていう、あ、そうです、はい、もう本当にそろそろたるメンバーが出たコンサートに、主役として出たですね、小坂忠さんが大分にいらっしゃいます。まあ、このようなゴスペルスタイルではなくて、今回は多分ギターの弾き語りだと思うんですが、なのでキッズクワイアもあるので、子供から大人まで楽しめるコンサートだと思います。楽しみですね。場所聞いてましたね。あ、よし、大人泉ホールで12月の10日7時からですね。はい、あそこは1000人入るんですよね。そうですね、はい、頑張って。今日は大体800人くらいですか。そうですね、はい、じゃあ皆さん来てください。ではありがとうございました。ありがとうございました。はい、ゴスペルクワイアのメンさんでした。ありがとうございました。